桃のかき氷。なんか今の季節桃じゃない？桃のかき氷、他にも行きたい場所いっぱいあるんだけど、そう、美味しかった。秘密蔵のかき氷、え、そう、秘密蔵のかき氷に行ったの。すごかった、桃って感じだった。美味しかったよ、すごく。並んだ、並んだけど10分ぐらいかな、そんなに並ばなかったかな。なんか予想してたのはもうなんかすごい人気って聞いてたから1時間ぐらい並ぶのかなって思ってたんだけど、全然並ばなかった。そんなに大丈夫だった。そう、とかまた行こうって思って。こぼれる、すごいこぼれた。そう、なんか山盛りだから本当にね、食べるのは難しかったです。あ、サンキューサンキュー天球さん、かわいい水着じゃない浮き輪、浮き輪のクマちゃん、ありがとうございます。天球さん、ありがとう。そう、美味しかった。アスタバの桃のフラペチーノも飲みました。そう、飲んだよ、昨日も飲んだ、2回飲んだ。うん、そう、桃が大好き。フルーツの中で一番好きかも、桃が。そうだから、今本当に楽しいです。フルーツ楽しい、嬉しい。そう、桃を飲みましたね。でもあと3回ぐらいは飲みたい、スタバでもね。12日まででしょあれ、ちょっとあれかもな、売り切れそう、もうちょっとで。12日、8月の12日か。女子ってなんでそんなインスタバ好きなの？え、絶対この質問さ来るよね、スタバの話すると毎回。あるある。なんか今回の新作の桃は、いや、てか桃を毎回飲んでる、大好きすぎて。でも今回はなんかドーナツとかも、あのね、すごい気になるのしかない、正直。私すごい美味しそう、なんかオレオのクッキーのドーナツだったかな、とかめっちゃ美味しそうなの。そう、オレオもだけど、でもその桃のやつはあのオーダーカスタム、カスタムしてみたいんだけど、なんかあんま分かんなくて。なんかセリカがインスタで、シトラス果肉多めの氷少なめみたいなことをそうカスタマイズしてて、私もそれ同じことしてみようかなと思ったけど、まだやってないね。難しいから、でもまあインスタでそういうの調べてこれ通りに言えばいいかなっていう感じだと思うんだけど、次頼むときはちょっとやってみる。画面見せるだけでもいいの？え、簡単じゃん。そうなの？じゃあそうしよう、好きなのあったらその画面を見せよう。ねえ、そうカスタムしたことないんでドキドキします。焼けたかな。ねえ、まあメイクすれば白くなる、てかすっぴんだからっていうのもあるかもな。でも確かに日焼け止めは塗ってなかった。てか日焼け止め顔に塗るのね嫌いなんだよね。そう。
本当にすっぴんの時は本当に日焼け止め塗んないから、そう今日マジで何もしてない。新しいタワー、新しいタワー撮ってる。ちょっと待ってね。どれ反映され、あ、ライオンハヤトさん、あ、タワーだ。あ、本当よく見たら可愛い、なんかプリキュアみたいな、セーラームーンみたいな。ライオンハヤトさんありがとうございます。可愛い変身タワーみたいなやつ、可愛い。ピューロの写真可愛かった。え、可愛いでしょ、あのシナモン。シナモンね、なんかグリーティング、あのキャラクターグリーティングって最近始まったらしいんだけど、ピューロランドで。そう、ルンちゃんがなんか誘ってくれて、ピューロランド行かないって、そうって言ってきたの。そう、本当にね、ルンバ何でも知ってた。なんか本当すごいの、キャラクターで最近、あ、なんだっけ名前忘れちゃった、あ、ダニエル、ダニエルくんっているじゃん、キティちゃんのお友達。そう、ダニエルを見てみたくて、どこ行ったら間近で見れるのみたいな話になったのね、そのパレードで。そしたら、あの席に行ったら見れるよみたいなの、ルンちゃんが教えてくれて、そしたらその場所で見たら、本当に上からダニエルくんが降ってきたの、登場してきたの、上から。そう、びっくりした。初めてパレード見た、ピューロランドで。上からも登場するんだって、すごい勉強になりました。立ち位置把握してるの本当に楽しかったです。そうで、そのグリーティングも好きなキャラクターを一人一枚ってか、その選べるのね。で、二人で行ったから、二キャラクターに二人で会いに行けたんだけど、そう、でもね、その中にもダニエルくんがいたんだけど、まあそこはやっぱりグリーティング会うってなったら、やっぱポチャッコ行きたかったし、やっぱシナモンも行きたいなみたいになって、そう、その2キャラクターに決めました。うん、そう、可愛かった、すごく。そしたら、なんかポチャッコに会いに行ったら、ルンちゃんが、この子めちゃくちゃポチャッコ好きな子なんですよって急に説明し始めてくれて、本当に優しい、なんか面白すぎる。すごい冷静に説明してくれて、私のことをポチャッコに。本当にね、すごいいい子すぎるよね。そう、顔合わせしてきたの、ポチャッコと、ガイドさんかのように。楽しかったです。ね、でもね、かなりのハードスケジュールだったの、その日。パレードも3つぐらい見たし、グリーティング2回行ったし、普通にご飯も好きなものもいっぱい、好きなの全部食べたし、そう、あと乗り物も1個乗ったし、1時間ぐらい並んだんだけど、ほんとかなり遊び尽くした。ルンちゃんもでも、こんなにハードスケジュール初めてみたいに言ってた。そう、私がね、結構無理を言って、でもそれをルンちゃんは叶えてくれました。うん、そう、乗り物ね、2個あるの。なんかマイメロの乗り物と、そう、ピューロランドの世界観をもう楽しめますみたいな感じの乗り物があって、楽しかった。その一回ね、初めて行った時はお母さんと行ったのよ。その時はまだ全然楽しみ方とか分かんなくて、ピューロランドの。
てなんかよく分からずあインスタスポットで写真撮ろうぐらいしかできなくて、あ私に ありがとう飲み物持ってきてくれた。そうそうなのよ。でも本当遊び方が分かりました。うん、お父さん優しい。違いました、お母さんですお父さんじゃないんだよ、今持ってきてくれたのお母さんです。そうでも私出かけるときは大抵お母さんとってか、そう友達よりお母さんと遊びに行ってる方が多いかも私本当に。ね、だからまたルンちゃんとピューロランド行きたいです。うん、あとねお母さんと最近っていうかまあストーリー上げてたと思うんだけど昨日かな、あれ昨日一昨日昨日ね、そうなんかハリポタのストーリー私上げてたんだけど、なんかそれはあれなんですよ、お昼ご飯を食べにいつもそうお母さんが東京来たら行く場所があって、それが魚のなんか定食屋さんみたいなとこなんだけど、そうそれがちょうどねハリーポタの赤坂にあるの、ハリーポタのその舞台の近く、舞台やってる近くにある定食屋さんが好きなんだけど、それを食べに行ってて、そうその時になんかハリーポタのそうグッズのショップやってるの知らなくて今まで、でそこを通りかかってえこんなのやってるのみたいになって、本当は予約必要だったらしいけど空いてたから入れてもらいました。なんかハリーポッター大好きだからめちゃくちゃ買っちゃった。かわいい、なんかかわいすぎる全部。じゃあまずは紹介するね、その買ったものを。これまずこれ入り口入ってすぐかわいいってなった。これやばくない、あのルーナがいつもかけてるメガネみたいなやつ、わかるかな。本当に可愛いんだけど、これねなんかハリポタのツアー私行くんですよ今度、豊島園にできた、それにつけてこっかなって思ってますめっちゃ可愛い。ルーナ人気だよね、しかも私も好きだし。でも一番好きなのはあのジニーなんだけど、ルーナも好きです。めっちゃ可愛い、ハリポタ好きならもう絶対可愛いってなるやつ。そうこれとね、なんかね予約私できてよかった、えチケット取れたのみたいに言われたけど、そう買って、あとはこれもルーナ、これもルーナ、あの同じメガネのマークついてるやつ、可愛すぎる、やばいこれ可愛くない。もうポーチ、これポーチ色合いやばいよね、何このピンクと水色って可愛すぎる。なんか私でも結構ポーチ使うんですよ、あの化粧品集めるの好きだから、でこの中とかに入れたらいいかなと思って、洗濯もできそうだし、ちゃんとかわいい。これ買いました。あとまたポーチなんだけど、じゃーん、かわいい、かわいすぎる、見てこれは
ハリーポッターがそう誕生日祝いに出てくる、ハリーポッターの誕生日の時の一番最初の剣じゃないしの時になんかケーキの絵描くシーンあるんですけど、そのケーキ可愛すぎる。ハッピーバースデー、だからそうハッピーバースデーって書いてるの。スペル間違ってる。あ、確かにバースデー A。 あー、え、スペルあんま気にしてなかった。確かに、あ、スペル間違えて書いてたんだ、あの時。可愛すぎ。ハリーポッター好きだったら絶対可愛いってなる。でもポーチばっかり、これも買った、可愛い、やばい。これもハリーポタ、ハリーポタって感じね。そう、ポーチ全部買いたいぐらい本当全部可愛かった。なんかピンクだし可愛くない？ポーチコレクターですかね。ポーチコレクターになっちゃうかも。そう、ポーチ買いました。あとね、 T シャツ可愛かったんよ。これも開けてないんだけど、さっきのルーナのこのメガネに、なんか後ろはその魔法動物っていうのかな、なんかその猿の絵とか描いてるんだけど、ちょっと見えないんだけど、 T シャツを買いました。かわいい、本当に入り口入った瞬間にもうね、カゴに入れてた。そう、かわいいね。使うの楽しみって感じ。そう、急に爆買いしちゃった。ねえ、でもルーナ一押し感すごかったから、なんか人気なんだなって思った。そのルーナが、そうお店とかでグッズ、そう可愛かったです。で、そのなんかグッズをいくら以上買うとステッカーもらえるみたいなのやってたので、ステッカーもらったんだけど、お母さんとね、それがなんかいろんなキャラクターでランダムにもらえるみたいなやつで、で買って一緒にじゃあ見てみようって見たら、なんかその私は主要キャラクターが出てくると思ったの。そのロンとか、あのハリーとかハーマイオニーとか、でも違ったの。なんかもうマクゴーナガル先生と、あ違う、アンブリッジか、アンブリッジ先生と、あのメガネのなんだろう占いの先生がいるんだけど、その先生が出てきて、あ、こんなキャラクターまでみたいな、本当視野広すぎて面白かった。逆にそう、え、わかる、なかなかの渋キャラじゃない。逆になんか面白いなと思って自分のパソコンに貼りました。そう、貼ったの。しかもその組み合わせはあれなんですよ、アンブリッジ先生が首にした先生なの。私が当たったそのシールは首にされそうになった先生なの。そう、すごいね。でもね、面白かった。いいシール当てました。本当はルーナが欲しかったけど、でもあんなね、あんだけキャラいたらむずいよね、当たるわけがね。まあ、種類ね、どんぐらいあるのか知らないけど、そう、え、他に持ってる人いる？そのステッカーね、とか、そう、そのショップ行ったことある人いるかな、もしかして。わかんないけど、でもね、そうステッカー集めたくなりました。本当に
ショップがあるのは知ってたけど、あ、知ってたんだ。へえ。男が入れるわけもなく、え、全然そんなの関係ないよ。全然関係ない。ねえ、そう、楽しかったです。そう、まあみんなも、まあ行ったら教えてください。ステッカー誰だったよって買ったらね。そう、ステッカー報告もしもらったらね。えでもそう、私コレクター、そう、なんかね、集めようと思ったら結構集めちゃうタイプだから。そうなのよ。ステッカーもったいなくて貼れない。あー、わかるかも。でもそうだね、もうね、ステッカーは使わないと一生使わないなと思ったらもう使える。ねえ、でもパソコンにステッカーいっぱい貼るの可愛いなと思った。結構そう、マネージャーさんのパソコンとかもあのね、ステッカー貼ってる人多いんですよ。そう、MTBI 診断で自分がどの量か分かるんだよ。私はスリザリになった。そうなの。調べよう。そうなんだ。でも私はどこっぽいかな。でもね、スリザリンはないと思う。レイブンクロー、なんか最初はグリフィンドールかなって思ってたけど、なんかレイブンクローかなって思う最近。わかんないけど、わかんない、人から見てと自分から見てって違うからわかんないけど。ちょっと参考にしよう。ハッフルパフみある？私？私ハッフルパフみたい。あ、モモンガジローさん、浮き輪のクマちゃん、ありがとうございます。ありがとう、モモンガジロー。ハッフルパフか。ハッフルパフの、でもね、そのなんていうの、ローブ着てる人あんま見かけないんですよ。そう、なんかでもスリザリンが結構多いのよ、意外と。うん、ね、意外だよね。グリフィンドールより多いイメージある、なんか着てる人。ね、多そうだけどね。ハッフルパフってあんまり有名キャラいないイメージ。あ、でもあの新しい作品の方はハッフルパフですよね。ニュートだっけ。でも確かに有名。そう、ファンタビーの主人公はハッフルパフなんですよ。最初はスリザリン嫌って人多かったけど、だんだん見直されてる見直されてる。あー、ね、スリザリンね、スリザリンの好感度が今上がってる。わかる。ステッカーコレクション16種類、1つ550円。あ、そうなんだ、オンラインは売り切れ。16種類だったんだ、あれ。意外と少なかった。うん、ね、ハリーポッタートークしちゃったけど。うん、
じゃあ私もその診断をやってみますね。その M なんだっけ、 MT なんちゃらっていうのはさ、その診断はさ、ネットでできるの？なんかよく TikTok とかで見かけるんだけどさ、なその M なんちゃら診断っていうのを調べれば、そういうサイトがあるんですか？性格診断ネットっていうところがあるの？じゃあネットで調べてやってみるね。MTBI ね、 MTBI 忘れそう。 MTBI 調べるわ、終わったら。楽しみ。なぎちゃんそういうの好きそう。本当？うん、好き。普通に好きです。もう忘れたら性格診断ってね、調べます。ユニバー、ハリポタ目当てね。ユニバーもね、あるよね、行きたいんだけど。ユニバもサヤリンと行こうねって約束したので、いつか行くと思います。そう、楽しみ。サヤリンはユニバの年パス勢らしいので年パス持ってるらしいから、そうだからちょっとね、案内してもらおうかなみたいな。そう、私ユニバもそうちゃんと遊んだことないから、でもディズニーランドみたいな感じだよね。わかんないけど、いやでもそうだよね、多分。でも映像系のなんか乗り物が多いイメージある。まあそんな感じ。そうなんだ。あと食べ物もすごい美味しそう。なんかカラフルってイメージがあるな、食べ物ね。いいの、行きたい。USJ じゃなくてユニバ派なのね。ああ、もう、わかんない。USJ っていう時もあれば、ユニバっていう時もある。自分はチュロス目当てでユニバ行く。チュロス？ユニバもチュロス美味しいんだ。美味しそう。でもあー、バタービールも飲みたいね。ユニバにもサンリオね。なんかさ、ユニバってすごいよね。なんかセーラームーンやってる時もあればさ、今もやってるか分かんないけど、なんかサンリオもみたいな、界隈、いろんな界隈が集まってるよね。そう、任天堂もあるし、なんかそれど、会社が一緒なの？なんなの？すごくない？ユニバってなんなんですか？なんかいろんな、そういろんな界隈が集まってる。なんか何でもあり。
うん、ね、すごいよね。タワーもう一個来た。でも私さっきから見逃してる。あ、本当だ、北海道のカッキーさん、カッキーさん、浮き輪付き、浮き輪付きくまちゃん、ありがとうございます。えい、うん、契約してるのかな、各会社と。あ、なるほどあ、そうだね、大人の話だね、単純にそういうことか。そうそう、最初はユニバーサルの映画だったんだけど、経営不振になってからいろんなキャラとコラボ。いや、そうなんだ、あ、もう、リアル、そうなんですねまあでもね、みんなで力を合わせようってことですよね、要は。セアリンがナギちゃんにユニバでローブ羽織ってもらいたいって。え、本当？じゃあセアリンも一緒にハリポタの格好してユニバ行こうローブ、じゃあセアリンもローブ用意しといてセアリンならやってくれそう。でもね、ほんと今の時期にそう遊園地とか行くと本当にね、暑さが辛いね、本当に。なんだっけ、なんかどっかの記事で見たんですけど、ツイッターかな、なんか中国が50度とかだったみたいな。やばくない？やばすぎない？50度って。自分の体温よりもはるかに暑い。51度とかだったかな、なんかニュースを見ました。暑さでパレード中止だった。あ、そんなことあるんだ。でもね、本当にきついよね、暑いと。アメリカのデスバレーが52度でした。ひえー、52度怖い、怖すぎる。ね、脱水気をつけなきゃね。なんかもう飲んでも飲んでもなんか水分出てく、ほんとすぐ。北海道に避難したい。北海道は今は夜とかは18度とかです。場所によるけど、まあ、大抵でもそんぐらい20度以下のはず。だからそう、私のお父さんお母さんが東京来てすごい暑がってた。北海道で遊園地といったら、ルスツリゾートでもルスツリゾートはほんと昔に行ったっきりもう行ってないから、今どんな感じになってるのか全然わかんないです。そう、でもね、ルスツリゾート行った時はすごい楽しかったの。なんかホテル泊まったんだけど、まあ当たり前にね、ホテルの中になんていうの、あれ、メリーゴーランドがあったの。室内メリーゴーランド、めっちゃ大きい2階建てのメリーゴーランド。そう、それを友達と行ったんだけど、乗って遊んでましたね。そう、いくつだろう、もう小学生かな、小学高学年、5年生とかかな、
すごい昔、昔っていうか、うん、子供の時行きました。そう、よく遊んでた子がいたんですけど、そう、昔旭山動物園に遊園地コーナーあったよ。え、あったよね。え、タワー来たよ。ほんと？ありがとう、教えてくれて。あ、ほんとだ。サトシアットマーク、生粋の給料泥棒さん、ありがとうございます。サトシさん、ありがとう。名前が生粋の。ねえ、そう、あった、遊園地。でもその遊園地っていうか、遊園地で思い出したの、今なんかその旭山動物園にクマ、エゾヒグマの赤ちゃんが、子供か、子供がなんか保護されてるんですよ。なんか迷子になってたらしくて、外で、動物園外で、だから野生なんですよ。野生なんだけど、なんか周りに親がいなくて、でもその放置しておいても親が迎えに来なかったらしくて、なんかその周りにいなかったみたいな。だから仕方なくというか、そのね、やっぱ死んじゃうから保護してるらしいんですけど、すごいの、もうね、ほんと可愛い。なんか動画見たんだけど、可愛い。なんかまだ赤ちゃんだからね、生後何ヶ月か知らないけど、でも来たのが1ヶ月前ぐらいらしいんだけど、まだ小さいですよ。お腹がね、ぽっこりしてんの。もうお腹が赤ちゃんって感じのお腹してて、ほんと可愛いから、ちょっとね、調べてみてください。可愛い。そう、親とはぐれちゃった子グマなんですけど、可愛い、ほんとに。でも恐ろしい。そうだね。そう、私もちょっとね、え、それ大丈夫って思ったけど、そう、でもそのね、クマ同じ種類かな、なんかその大人のクマはもともとね、展示っていうかされてて、旭山動物園にいたんだけど、同じ場所にはいないんだけどさ、その子グマちゃんはね。そう、でも私もだから北海道帰ったら絶対見に行こうと思って。かわいいよね。うん、赤ちゃんなら何でも可愛い、何でも可愛いね。哺乳類に限るけど。うん、哺乳類の赤ちゃんは大体全部可愛いです。ね、そう、すぐ大きくなるから早めに行きたい。赤ちゃんでいる間に多分、うん、帰れると思う。そう、今実家に帰る楽しみがそれですね。ライオン飼ってみたい。それはもうどこかの富豪にならないと無理ですね。ね、実際飼ってる人いるよね。でもね、すごくない？すごいよね。でも私はほんと怠け者が飼いたくて飼いたくて、なんか TikTok で怠け者を飼ってる人がいるんですよ。その人でもいろんな動物飼ってるんだけど、その人ね、ほんとね、可愛いんだよね。しかも木にぶら下がったりとかしてないんだよ、意外と。その人の動画見ると、なんかミユビの種類のナマケモノは飼えないんだけど、フタユビの方のナマケモノなら飼えるんだって。そのなんていうの、あのなんていうんだろう、あれ、関係者じゃないと飼えませんみたいな、資格とかそういうのがなくても飼えるらしい。でもなんか飼い方難しいって聞くけど、
それ買いたいんだよ、すごくすごく買いたい。ね、お迎えしたいんですけど、そうまだ全然そんなことできないんで私はそうまだ買う資格がないんですけどね。体に生えたキノコとか食べるの？いやでも野生ならそれはね、まあありえるけど、そうちゃんとね、そう飼われてるナマケモノちゃんは絶対体にキノコは生えない、コケも生えないそう、犬と猫だったらどっちが好き？犬と猫か、なんか昔はもう断然犬でしょみたいな感じだったんだけど、まあでも猫も可愛いなって思ってます。まあでもどちらかというと犬だけどね。でも犬の紹介、また TikTok の話になっちゃう。なんか TikTok でそういう犬の紹介してる犬種、一つ一つの犬種を紹介してるなんかアカウントがあるんだよね。それすごいね、面白いし癒されるし可愛いです。そう、うん、なんかキャバリアの紹介してる動画見たんだけど可愛かった。キャバリアって人懐っこくて、なんかその番犬に向かない犬種ですみたいに紹介されてたそう、でも実際どうなのか分かんないけど、そうなのかな。ねえ、そう人懐っこいらしい。でも確かに友達がキャバリア飼ってたんだけど、そのキャバリアちゃんもすごい人懐っこかったです。そうもう人が来たらもう玄関速攻走ってくみたいな感じだった。私いつも遊びに行ったらお出迎えしてくれて、絶対そう確かに人懐っこかったなって思う。うん、自分は猫派です。でも外にいる野良猫とか特に黒猫が癒される。あー野良猫てか最近なんか地域猫みたいなのいない？地域で飼われてる猫みたいな、野良猫かと思いきや地域猫みたいな、なんかだから最近さ猫見かけてもあれ地域猫なのかなって思っちゃう。結構見かけるけどね。そう本当のガチの野良猫っているのかな。まあいるっちゃいるけど、なんかそんなにいなそうじゃない。ねえ、そうどうやって見分けるんだろうね。でも地域猫いいね。私はそうなんか動物飼えないとかでもさ、地域猫いたらね癒されるよね。誰かが餌あげてるっていうか、その地域で育てようみたいに決めてる猫ちゃん。あ、地域公認の猫。
なぎちゃんはパグでしょ。でもね、お父さんがなんか言ってたよ、犬飼おうかなみたいな犬、そう。でもなんかパグは毛が抜けるからダメだとか言われたなんだっけ、何ならいいか、あのトイプードルならみたいに言ってたけど、トイプードルちゃんも私好きだけどやんちゃだと思う。結構いいじゃんね、パグ飼ったってねそんな、でも大型犬もいいなって思います。ほんとかわいい。好みがあるんだと思うパグもかわいいとは言ってたけどね。そう、早くワンちゃんうちで飼わないかなって思ってます。ずっと千葉はもでも結構吠えるイメージある。なんか千葉はポメラニアン、トイプードルのその3種類が結構あのそうキャン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 みたいなイメージあるかも。可愛いけどね、それは別にねうちチワワだけど、まさにそう。あ、やっぱ吠えるんですね。ねえ、まあでも北海道で飼うっていうなら全然ね、騒音とか気にしなくていいと思うけどうん、ねえ、そっか、小型犬はね、やんちゃな、やんちゃちゃんが多そうです。コーギーは動き回るけど吠えない。え、そうなの。コーギー可愛いよね。わかる。なんかコーギーがなんていうの、なんていうんだろう、ゴロンってした時のお尻がめっちゃ見えるの。もうお尜って感じのお尻なの、コーギーって。なんかすごい可愛い、それがプルーンみたいなそう、可愛くない。あ、それで、あ、コーギーっていいなみたいに思った。そう、お尻で好きになったコーギーはそう、可愛い。しかもなんか食パンみたいだし、かわいい。噛まれたことあるからな。あ、それは、うん、確かにトラウマになるかもね。私も犬に追いかけられたことある、昔。なんか家、私の自分の家の周りを追いかけられて、家の周りぐるぐる回って逃げてた。しかもお兄ちゃんと一緒に追いかけられてて、なんか二人して逃げてたみたいなことあった、昔。どこの犬だったんだろう。でもなんか白い犬だったけど覚えてないなでも野良犬だったのかすら分かんない。野良犬でもないと思うんだけどでもね、噛まれそうとかって思うと怖いよね。確かに触れない。私のそのおばさんもパグだよね。それ、あ、ブルドッグ、パグか、パグ飼ってたんだよ昔。でもそのパグも結構噛みつくっていうか、子供が好きじゃない犬だったので、私はその時まだ子供だったから、触ろうとしたらめっちゃ噛もうとしてくるので、怖くて触れなかった昔。そう、ね、なんかやっぱ分かるのかな、子供はわーって来るみたいな
のが犬にはわかるのかね。子犬がいたから見たら親犬出てきて噛まれました。え、それは災難だね。そんなこともあるね。怖い。目線が同じだから怖いみたいだよ。そんな、そうなんだ。目線が同じだと逆にね、安心されそうなのに。怖いんだ。お、58分になったらランキング読もう。なんか久しぶりにショールームしようって配信してたらすぐ時間来る。うん、なぎちゃん目線合いそうだね。いや確かに、なんか身長低いから確かに大人になった今でも目線が合っちゃいそうだよね。あ、そう、そういえば身長とかじゃなくて全然別の話なんだけど、あ、そう、にゃんにゃん仮面のなんか映像倉庫で配信されるなんかドラマっていうのは、あれ映画なん、何なんだろうね、あれはドラマの第3弾みたいな感じなのかな。それに私も、まあ、意外と出てるので見てください。でもポスター見たら私めちゃ真ん中に映ってるじゃんって思ったんだけど、そう、別にでもメインとかじゃない、主役でも何でもないですよ。でも意外と映ってるから見てね。そう、でもなぜかあそこにいるけどね。別にでも主役とかじゃないです。はい、謎の配置だよね。そう、もうひたすらにあの平田由紀ちゃんが美しいってなります。あれ見たら、見てください。ね、そう、本当になんであのポスターに私あんな場所なのみたいな思った。さあ見てくださいね、映像倉庫で。結構なんか面白いです。面白かった、普通に。よし、じゃあそろそろランキング読みますね。13位は西くんさん、ありがとうございます。次は12位メロンメロンさん、ありがとうございます。11位トカチンさん、ありがとうございます。10位北海道のカッキーさん、ありがとうございます。9位サトシアットマーク生粋の給料泥棒さん、ありがとうございます。8位カンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。7位ユータアットマークなぎちゃん大好きさん、ありがとうございます。6位モモンガジローさん、ありがとうございます。5位さんちゃんさん、ありがとうございます。そして北海道のカッキーさん、ありがとうございます。4位ライオンハヤトさん、ありがとうございます。そして3位国曜基本的に無音さん、ありがとうございます。2位ネタロウさん、ありがとうございます。1位サンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。よし、今月は初だね。今月になって初めて配信した。うん。そう、見てくれてありがとうございました。
ね、本当になんかすぐ終わるよね。なんか1時間って短いなって最近思う。まあでも今月また配信する機会があると思うので、まあ、見てください。やるってなったら。うん、では終わりまーす。最後にスクショでもしていってください。バイバーイ。よし、3612人の皆さんありがとうございました。そうね、 MTBI ね、調べます。バイバーイ。忘れる前にありがとう。またね、おやすみー。